そうですね、この会社比較的雰囲気はいい方だと思ってて、結構話しやすい方が多いので、そういう面ではいい雰囲気なのかなって思ってます。30代が増えてきてるみたいなんで、結構若返りになるんですかね。例えば午前中はちょっと病院行きたいから、あの午前の納品を他の人に回してもらってっていうのもしてくれるので、結構そういう面では対応はすごくいいかなと思ってます。比較的に主婦の方もいますし、そういう方たちも結構融通聞いてるので、結構ね、今長く働いてる方が多いですよね。僕も未経験で、この運送会社に入ったので、ぜひ元気のある方は、応募していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。まあ、野菜に関しても預かりの荷物なので、荷主さんがいるじゃないですか。荷主さんとコミュニケーションして、まあ、思ったことはこうした方がいいよとかっていうのを荷主さんにもアドバイスして、で逆に荷主さんからもアドバイスを受けてっていうのを、その方がお互いにやりやすかったりもするんで、自分の中ではやりがいに感じてます。連携できるところはちゃんとしないと、やっぱりドライバーさんはお客さんに納品をするわけですから、結局謝るのはドライバーさんだったりするじゃないですか、何かあって。それをまあ少しでも緩和できるんであれば、できるところはやってあげようかなっていうのを考えてはいますけど、どんどん改善できるところは改善して、もっと省エネというものが大きく品質のいいものになればいいなって思ってるんですけど、もしうちに来られる場合はいろいろフォローするので、もしよかったらお待ちしております。当社はですね、野菜を中心に、食料品関係を関東一円ですね、配送している物流会社になります。今あのコロナ禍って言われている中で、やっぱり食品に関しては、まあ、需要が当然ありますので、まあ、順調にあの仕事もありますので、まあ、そういう部分ではいいのかなっていうところでありますね。やっぱり食の安全とですね、供給ということでみんなで頑張っておりますので、興味がある方、これから物流に関してちょっと興味がある方はですね、ぜひ、当社の方に来ていただければなと思っておりますので、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。